さあ続いては熊本県が PR してくれます。熊本が担当してくれました。よろしくお願いします。こんにちは。ありがとうございます。熊本県からやってまいりました、熊本サプライズ熊本会会長の熊本です。どうぞよろしくお願いします。拍手ですよ、ね、拍手。ここ盛り上がるところですよ。で、熊本見て上の方にもたくさん人がおなるよ。こんにちは。今日ですね、熊本は熊本県からラグビーワールドカップ19の1年前イベントが開催されるということで、こちらの会場を盛り上げにやってきました。はい、今日はですね、皆さん、ラグビーの面白さ、そして熊本のいいところもですね、一緒に、ちょっとね、再発見していただければと思いますので、今日はどうぞよろしくお願いします。熊本県の観光地としてまず挙げられるのはやっぱり阿蘇。世界最大級のカルデラがあることで知られています。中岳にある第一火口は活火山の活動を間近で体感できる世界でも稀な観光スポットです。ユネスコ世界ジオパークに認定されている地球の遺産をぜひ体感してください。次に天草、先日ユネスコの世界文化遺産として長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産が登録されました。昭和9年建造のゴシック様式の砂金図教会では今でもミサが開かれるなど熱い信仰心が息づいています。またおよそ200頭のイルカと出会えるイルカウォッチングも人気がありますよ。さあ、そんな観光名所がある熊本県ですが、2年前に起きた大地震では熊本城をはじめ数多くの建物、道路などが破壊され、多くの方が避難所生活での生活を余儀なくされました。県外の皆様からの温かいご支援もあり、徐々に震災前の生活に戻りつつありますが、いまだに3万人近くの方が仮設住宅にお住まいです。震災からの復興はいまだ道半ばにありますが、来年はラグビーワールドカップが熊本でも開催されます。本県では10月6日にフランス対トンガ、10月13日にウェールズ対ウルグアイの試合があります。現在フランスは世界ランク8位、ウェールズはなんと世界ランク3位です。2試合とも日曜日の開催です。博多から新幹線を使えば熊本まで30分ちょっとで行くことができますので、皆さんぜひチケットを購入してスタジアムで観戦してください。ラグビーワールドカップが終了した後、11月30日から女子ハンドボール世界選手権が開催されます。世界24カ国が参加し、熊本県内5会場で96試合を行います。ラグビーは体を激しくぶつけ合うスポーツですが、ハンドボールも負けないぐらい激しいコンタクトプレーがあるスポーツです。野球やサッカーに比べると日本ではあまり人気がないスポーツですが、ヨーロッパではとっても人気のあるスポーツです。ラグビーを満喫した後はハンドボールもぜひご観戦ください。会場の奥に PR ブースも設置しております。お時間がある方はぜひお立ち寄りください。お待ちしております。はい、それでは皆さんね、ぜひ熊本県のブースもね、今日はありますパネルも置いてありますのでお受け取りください。さあ、それでは今日はですね、皆さん楽しんでいきましょう。そして熊本で
。